ちゃう。今日は一日お休み、ゆっくりまったりしたあっちゃんです。晩ご飯はね、ちゃんと作ろうかなので、カレー作ります。キーマカレー作ります。人参、キーマカレーのようなもの。じゃがいも2個ぐらいか。じゃあスペシャルレシピでございます。今日はね、パジャマのまんまにもしんどくってさ、朝昼に起きだし、もう動画も全然できてなくて、なんとか奈良公園だけね完成させたいけど、なんかめまいもするしね、立ちくらみするし、ちょっとしんどいね。お母ちゃん頑張らんとね。でもね、昨日の夜のライブも疲れたけどね、よいしょ。ね、1センチブロックぐらいでしょうか。
5ミリ角になるのかな、これで。1センチないな、8ミリぐらいやね。ぐらいにします。今日はね、アリレット使います。てかアリレットがあったからね、横に。ちょっと大きいな。ちょっと多かったか。まあいっか。じゃあ作りましょう。
父さんどうやったの？じゃあ、もっと次に行きましょう。全然油回していきます。5分ぐらい炒めたら、これね、水を500入れます。沸騰したら約10分。ちょっと少ないかな。もうあと。沸騰させましょう。今日カレー、二段熟カレー。アーモンドにしようか、軸にしようか、迷ってるけど、欧風カレー買った気がするんだけど、買ってへんのかも分からへん。欧風チーズカレーにしようか思ってるけどね、欧風チーズカレーちょっとね、カレーからちょっとかけ離れてるから、じゃあビーフチューに違うかな。早く沸騰してくれ。10分の休憩が。
通カレーにしよう思ったらね、水が、900使うんだけど、水600にしました。ちょっと減らして、硬い麺つくの、やから、キーマカレーやから。500でもよかったかな。500でちょっと硬いよな。10分スタート。ちょっとあちゃん休憩してきます。では10分後に移動。はい、10分経ちました。いい感じにね、いい感じに、いい感じに汁がなくなってきてね、ここにカレールーを入れていきましょうか。ちょっとこれで硬かったらもうちょっと水足します。多分これでいいかな。カレールーをね、とりあえずね、半分入れて、様子を見よう。何個ぐらいいこうかな。これね、1個ずつ分けられるから、ちょっと4個で半分やけど、半分やとちょっと少ないと思うな。もうちょっと水足してもいいかな。ちょっと水気がなくなってきたよね。でも、キーマカレーやったらこんなもんでいいんかな。足らんな。やっぱり全部入れようか。よいしょ。よいしょ。全部入れちゃおう。ネギにかけます。3から5分ぐらい。いい感じにキーマカレーっぽくなってきたね。おお、いい感じ、いい感じ。ここにね、ちょっとね、ニンニク入れよう。ニンニクをちょっとだけ入れます。どこがちょっとやって、ニンニク入れないとね。これで年末風邪ひかずに元気に過ごせるやろ。これちょっとどうだろう。うわ、おいしい。いい。いいね。
しょ。完璧です。美味しい。よっしゃ、これで完成です。